て。そうすると来月はまだ場所何も決めてないよね。あの何一応候補出していいですよ。聞いてきますから。この間すいません、江ノ島で吉岡さんに渡したいいですか。ごめんなさい。あのね、していただいたんですが、前回本郷さんの時に、吉岡さんに私あの気になるところがあって、本郷さんから村住山、村住山から八田神宮っていうか尾張部神社とつなぐとちょうど形がこの形になるんでって話をさせていただいた時に、一回じゃあ出してみようって言われて、で先に皆さんのブログ内に私形を送らせていただいちゃったんですよ。でも、15日のサンプラーセミナーを受けてからまた変わるのかなと思って、どうなのかなって言ったら、場所ではなくて、ね、理由付けなんですよ。どういう意味で動くのか、これでどの場所でもいい。私は江ノ島の神事に乗せていただいたときに、第六天社っていうところで星が落とされるのを感じたんですね。でその星って何だろう、この江ノ島神事にすごく関係がするんだろうかなって思ってたんですが、今私が感じさせていただいているのはこれだと思ったんです。この宇宙地球創生のこの吉岡さんのマーク、これが星なんだって私の中で解釈してしまったんですけど、で地球に星を落とす、このマークを落とすっていうことかなっていう感じてます。ちょっとみんなでその候補を出して話し合って、それからまあどこでもいいんで、どうぞ。今6個生やったんだっけ、何個生終わったんだっけ。1、2、3、4、ケイコちゃんとこと4、1、2、3、4、5、5箇所ですかね。6箇所のマップを作っていいかもしれない。一応菅原さん、一島、沖島、本郷さん、本郷さん、二戸山やったててない、いや、立ててない、あそこで二戸山、三輪山と同じ形の場所で、まずこちら、お部屋の方、そこで建てた建ててないので、僕の松の方ってどなたでした。どういう概念でいくですか。そこでいいですか。建てたって方でいくのか、そういう、だから三輪山では、これって2号で頼む。じゃあ、三戸山はあそこでみんなであのシステムのところの石で祈った、あれが一つの柱になる。なんで今まで行った箇所を一応こうちょっとあのマップに落とすといいかなと。で水戸山から、水戸山が俺が行った主張したのは村住山とつながってるから、で村住山、もちろん村住山だねって言って村住山って、で村住山からどこにつながってるかって言ったらいくつか出てきたし、であそこでその中で一番行けるんだったら一番が本郷さんだねって言って、そういう流れじゃん。ちょっとこうマップに出してみていいか。前俺ちょこっとだけど、どういうふうに動いたかっていうのはマップに出したけど、村住山でみんなが出した繋いだ山を出しておいたんだよね。出したよマップで、どこに繋がってるのかっていう、どこに繋がってるかっていうだけで出した。出したよね、じゃなくてみんなが行った場所をちょっと出すといいと、だから水戸山もあそこもちゃんとこれは柱を立てたというふうにみんな取ってないかもしれないけど、あそこで祈ったのは、あそこの松之助間違いなく立っているって、頂上じゃなくて、あそこの石でた。だからあそこちょっと今まで行ったんですよ、6か所か、2回また頼み直した。だからのっこさんの中では今どこに行ってるか、まあ、近江港の流れで来ると尾張部神社が気になるんだね、がすごく気になって、と扉を開くっていうような感覚が来てて、戸を開くっていう感じがあるので、そこが気になってます。まあとりあえず俺は思うのは、信子さんが出してくれたのはそういうこともあるなと思って、でも大御事考えていくと、
熱田神宮で全部さ、後世じゃん。で、水戸は行ってないの。水戸は行ってないらしい。もともとは大体が、渡来氏が、ね。渡来氏が作った場所なの。渡来氏が何かって言ったら、伊勢の魂を収めるために持ってきたでしょ。で、宮津姫に譲ってもらった場所でしょ。そうすると、あそこは大巫女はそうない。でそうすると、これはどうしても人格心的な考え方になる。ただし、それは渡来氏だけは関西で全部持ったんですよ。元吉様と。で、あの人がなんであんないんだろう。渡来氏は元吉の、あれ、伊勢神宮ともう一個。伊勢神宮もう一個。伊勢神宮と熱田神宮。伊勢神宮のもお母さん側もう一個。豊受けを置いた場所の渡来の年なんですよ。そうですね。ってことは、あの人は、あの、もともとの力を分かってきた、うん。それを大事にしていたから、あれを大事にしたんですよ。豊受けを遷宮して持ってきたのは渡来なんですよ。あの人は本当に宇宙から落ちてるあの巫女の力の使いを分かってて、ってことは元栄星のあの巫女も多分、巫女の可能性があるんです。でそれを分かるぐらい素晴らしい先住民のトップだったんですよ。だから関西中試合できたんですよ。っていう視点で見たときに、今の熱田神宮が伊勢派のお宮なのかということですよ。山田武も含めて大事にしたのは伊勢じゃないんですよ。その前の思いが大事なのは残念なんですよ。どこにも書いてないけど、渡来だけができたんですよ。この筋が言ったら、元伊勢の豊受けとそことつなぐと本来の力はあるし、お猫もあるでしょうが、そこまで皆さんが意識するかどうかは別だけど、僕はそう思って渡来見てるんで、あの人本当にすごいなと思った。伊勢に奪われてもない人も明日もね、全部渡してでも山田武尊が守りたいっていうのは先住民の意思であり、で山田武尊の愛知と関東の2個はとんでもない魅力だから、あの人が。だから嫁にしたんだよ。神おろしってこの二人なので、山田武尊の子はね。それは巫女は神巫女だったからですよ。人格神じゃないですよ。その巫女たちは宇宙神巫女だから。っていうことは誰もわかんないです。すごい知恵しか渡れだったんだけど、アスタ神宮だけは伊勢と対等なんですよ。あれは伊勢は伊勢族のもの。だからそうじゃない先住民の思い。神の不安感ですね。神の名前言うな、それ信徒が作った名前だ。名前がない先住民の神。これを守ったのが渡来なんですよ。そこの凄さが本当あるんだから誰も話せないです。だから唯一伊勢神宮の台頭、アスタ神宮しかないんですよ。ほとんどの時代は同じだから。彼が一番伝えたのはそれだったんだけど、主張はしない、全部消された。そうそう、宮津姫の場所もあそこに置いたのに、それもね、伊勢からどけって言われてどかした。なんでそこまで下がれるかっていうと、場所はなくても人はいなくても守る意志があったからさ。それが愛知でしょ。誰もそれは知ってるけど、あの人は本当に賢い。世の流れには戦わないですよ。だから一番最初に愛知のメンバーたちと渡辺たちで割りしに行こうって、お前愛知だろって最初に言ってやったんですよ。ここにしか実は残ってないんですよ。伊勢と対等に戦えたのは渡辺だけなんで、あとは全部丸め込まれたもん。でも天瀬が変えられた。豊受けだけは別神道なんですよ。こんなすごい力を
だから豊臣の狼ってことはおめこじゃないですからね、本当の素晴らしい愛のってことは言えなかった。だから私の凄さを一番感じたの。ここまで分かってやるんだったらやる意味はそれまでの話言うんだったら明日は全く興味なかったけど、今の話が本当にあかんだったら行く意味はある。でも水を通すんだったらどこまで下がってるかだよ皆さんもね。だけど他にいないから日本中で一度戦って対等になったところなんだ。これは人格心の場じゃなくて、僕は豊臣家のお母さんが宮野さんから大好きなの。あの思い一番知ってるのは俺だから。というところに行ったら現象の力が動くんじゃないでしょうかね。そして男のバカな戦いを含めて和合点に持っていけんじゃないですからね。今やってることもそういうのだったら熱さが出てきた意味は分かります。そうじゃない中でないとなんか俺はどうしても人格心的な感覚があるんだと思う。だから先に担当者に話したけど、大御子に2種類いる。ここが問題なんです。大御子に現象大御子と考えて、あんた方ね、僕の大勉強しか分かるけど、一番最初大御子が降りたのはヨーロッパですから。アマゾネスを作ったのは大御子なんですよ。その時代に日本に来たんですよ。この全身大御子と日本に来た後身大御子と二手意味が違うので、これを担当で話してください。これはだって大御子の話で僕しかしてないでしょ、誰もしてないでしょ。まで女性が男を支配したいのかするのかはここに根幹があるんです。なぜ女性と女性が揉めるのか仲が悪いのかもここにあるんですよ。全部が入ってるから、それを全部いっぺんに話さないとやられるからね。担当で話せますけど2つあると覚えてて、どの思いで髪事をするかで全く変わるんですよ。男はただのおもちゃ僕らおもちゃ唯一僕だけは大御子と戦えるんです。全部知ってる。だから女性たちがその思いをクリアして超えてくんないと、この宇宙真実の意味が全く変わるから一気に話さけど、過去の宇宙時代の因縁とこの地球の因縁が全く一緒なんだよ今も。繰り返してるね。じゃあお三人は逆らえないですけど悲しいけど じゃあどうします？次回の愛知の神事は、まあとりあえず今すごくすごいヒットが出たじゃないですか。で、熱田もこれでは重要な場所として、僕が観光地だったら間違いかなと思った、間違いだなと今たらされましたけど、人格神であるならば俺は違うと思ってたけど、だけどまあそういうような大御子も関係していたところが分かれば、じゃあ熱田も大事にしなきゃいけないなと思いますので、人格心って言えば全部人格心だよ、ですよね。でも又吉の思いとかそういうのが結局最終的にはやっぱりそれを聞かないと。で俺の中でも過去は俺と宇宙心理去年からやってて、ね、人格心嫌だ、自然心でやるぞって言って来て、宇宙心来て、その因縁が出てきて、まあ、人格心も宇宙心も一緒になってんね、今俺の中で大変なんだよ。結局はそれは俺たちの男女の思いが収まらなきゃいけない。
そこのラインをちゃんと捉えていけない。これは大変なんですよ。じゃあ場所はどこでもいい。なので、まあどうするのか、もう熱田はちょっと、そして、終わり部神社、それも考えるのかどうかは、タントラのその今度の、奄美カムイ氏の、話を聞いてからまた、あ、どうするかっていうのは決めてもいいと僕は今は思いました。候補地があるんだったら出しておいて。でも今こうやって話してて、いや久々にちょっと伝説の話をしたいかなって気になってきて、あそこ強いんですよ。元石でいざは全然違うから、すごいパワーが強い。元石は京都行かれますか。もうね、地域の問題でなくなってきてるね。おいでとやっとやって京都、この神社と真内神社。いや、わしは行って、どうともないから元へ線行って元を正さねばこの大元触れないんじゃないかなって気が離しててしてくる。大元の話に行くとね、で、見てごらんさい、この女性たち、どの位置にいる人方を考えてごらん。いろんな時期のいろんな時代の女性たちの思いをかぶっているんですよ、信じて。バグはしてきてやってきてるけど、どう見ても出身が違うし、経験が違うかもしれない。どの分で言い張ってるのかが違うんですよ、時代が。やった側とやられてる側両方いるから。これを変えれるのは男なんですよ。ただし、厳しいですよ。だって俺はその女子たちと戦ってきたのだ。お母さんたち5名と本気に戦ったんだよ。そう、鮮明に思い出したんですよ。だからマスターとか上がって話してもね、全部聞きましたよ、多分僕は。でも、あんた方が女性たちとうまくいかないから僕を望んで産んだんでしょっていう、ここの戦い。だって俺を思い出したかったんだ。でこんな頑固者生まれちゃったんだ。びっくり。そうか。希望の子だったはずだ。お母さんと戦う息子だったんです。現実で母とそうだから。バトルですよ。ありがとうございます。大丈夫。何が強いかは、大御子たちの全霊力が俺に入ってた。そこに力で生まれてるから、進化系でも大御子ができればできるんだもん。だって、マスターが見たけど、最初の5名の大御子って想像のもとなんだけど、この姿はプラスしか生まれないんで、想像の想像しかできないんです。俺は時間は止まれるのに、これはお肉は持ってないですよ。あとマスターを知ってるから、想像の原点戻せるくらい時間止まれる。あんた方若かりやすいのは無理だからね。でも時間は止めれます。あの、このブランカイドなんだけど、簡単にな、もう一回止めたことを思い出したんだよね。書けないけど、これは